ジャレン・ウォルター・ジャクソン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州プレーンフィールド出身のバスケットボール選手。NBA のメンフィス・グリーズリーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード、またはセンター。父親も、NBA で、シューティングガードとして活躍したジャレン・ジャクソン。2018年の NBA ドラフトで、メンフィス・グリーズリーズから全体4位で指名された。 2018年7月1日、グリズリーズと複数年にわたる新人規模の契約を結んだ。2018から19シーズン58試合に平均26.1分の出場で13.8得点4.7リバウンド1.1アシスト0.9スティール1.4ブロックなどを記録し NBA オールルーキーチームを受賞した。 2019から20シーズンの2019年12月13日のミルウォーキーバックス戦で自身初の40得点以上となる43得点を記録した。シーリングゲームの8月3日のニューオーリンズペリカンズ戦で左膝半月板断裂の重傷を負った。このシーズンは57試合に平均28.5分の出場で、 17.4得点4.6リバウンド1.4アシスト0.7スティール1.6ブロックなどを記録した。平均得点は、チーム内では、新人のジャ、モラントに次ぐ2位であり、3P の成功率は39.4%で1試合平均2.5本を成功させた。2020から21シーズンは、左膝の手術の影響で2021年4月21日が、 初出場となった。このシーズンは11試合に平均23.5分の出場で14.4得点5.6リバウンド1.1アシスト1.1スティール1.6ブロックなどを記録した。プレーオフに初出場したが1回戦でユタジャズに1勝4敗で敗退した。ありがとうございます。